ペンスタジオです。今回の動画はみんなで人狼ゲームやってみた。じゃあそれでは早速やってみよう。それではふわがルール説明をします。今回のゲームは人狼1人、預言者1人、裏切り者1人、使命2人でやります。初日占いありで狩人なしです。昼の時間は1分半です。夜の時間です。預言者は顔を上げてください。誰を占いますか？昼の時間スタートです。占い師さんいらっしゃいますでしょうか？いない。はい、私市民です。はい、もう一人市民いらっしゃいますか？はい、全員。え、でも市民は2人しかいないので絶対嘘つき2人います。ただ市民と言ってる以上自分がその役職持ってないっていうことを明かしてるわけですから、もう動かないわけですよ。だからここからどうやって疑っていくかを考えましょう。あの刑事みたい。ただ役職的に一つ余るので人狼がいないパターンもありえるんですよ。その場合表現者は絶対混ざってるので何か動かさなきゃいけない。あと10秒です。ありがとうございます。占い師もいないんですか？2、1、0。自分の勘を信じましょう。はい、じゃあ今日処刑する人を指さしてください。せーの、はい。私はだから俺が設定じゃない、うん、はい、処刑されました。俺はこっちに来て。処刑でゲームは続きます。はい、続きました。皆さんお眠りになる。はい、おやすみなさい。できるように撮りたいなと思います。じゃあまた皆さん次回の動画で。